小瓶を口に運びながら涙と思い出を魚にして、酔い潰れてしまいたいなどと思っているこの僕を、あなたが見たら子供のようだときっと僕を笑うでしょうね。わかっていながら飲む男の気持ちなどあなたは知りもせず、シニアのためのギターの弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネルです。今日はですね、南蘭坊さんのウイスキーの小瓶、これを取り上げてみたいと思います。よろしくお願いします。それではまたですね、私の方で、イントロと1番を歌ってから、弾き語りについて解説いたします。よろしくお願いします。ウイスキーの小瓶を口に運びながら涙と思い出を魚にして、潰れてしまいたいなどと思っているこの僕を、あなたが見たら子供のようだときっと僕を笑うでしょうね。わかっていながら飲む男の気持ちなどあなたは知りもせず、南蘭坊さんのウイスキーの小瓶、オリジナルのキーはですね、F です。今回はオリジナル通りですね、キーは F で、演奏したいと思います。コードはですね、C で、弾きますので、カポは、C、C、D、E、F ということで、カポを5につけてですね、 C で演奏したいと思います。使用コードはですね、C ですね、それと E7、 それと Am、それと D7 ですね、あと G、 以上7つのコードで構成されています。右手、つまびく方のですね、右手ですが、右手はですね、今回、ストロークにしようか、フィンガーピッキングにしようか考えてたんですけど、オリジナルはどっちかっていうとストローク、こう。ウイスキーの小瓶を口に運びながら涙と思い出を魚にして酔い潰れてしまいっていう感じでですね、結構
リズムカルにさらっとですね、悲しい歌なんですけど、さらっと歌ってますんで、ストロークにしようかと思ったんですけど、まあ、ゆっくりしたですね、ピッキング、もう、かえっていいかなと思いまして、今回はピッキングで挑戦したいと思います。まあ、スリーフィンガーの場合ですから、こう普通の C で始まりますから、しかもこれゆっくりした感じのですね、スリーフィンガーで、こう、チャカ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 の速く、こうじゃなくて、だからスリーフィンガーのこうゆっくりした曲でですね、にまず取り組んで、スリーフィンガーマスターするには、ちょうどいい曲かも、しっとりした感じでですね、いいんじゃないかなと思います。私の場合はちょっとツーフィンガーの方がこう押さえやすいので、親指とですね、人差し指で小指で、こう押さえてですね、こういう感じで弾かせてもらいます。まあゆっくりついついこう速くなりがちですが、この曲はこういうんじゃなくてこういう感じで弾いた方がいいかなと。というのがですね、右手の指弾きの弾き方です。で、次にイントロですけど、ソーソーラソですね、今回はイントロをしたいと思います。まあ、ソー、ソーラーソー、この後 C ですね。まあ、この指のここで、レミレエマイナドミソラララドラ。3フレット、レミレレミレドだから1弦でソラソミレミレドラドララドラソミレソI'm sorry.
たが見たら子供のようだと、きっと僕を笑うでしょうね。分かっていながら飲む男の気持ちなど、あなたは知りもせず、しまうなんて、こうして誰もが大人になっていく、そんな話をどこかで聞いたっけ。人間同士の辛い別れという劇を今僕が演じている。私をどこかで聞いたっけ。ああ人間同士の辛い別れという劇を今僕が演じている。最後までちょっと歌詞短いんで歌ってしまいましたが、以上のような感じでゆっくりこうスリーフィンガーでですね、列車の窓に僕の顔が映る、なんて惨めな姿なんだろう。戯れだと思っていた打ちのめされてしまうなんて、こうして誰もが大人になっていく、そんな話をどこかで聞いたっけ。人間同士の辛い別れという劇を今僕が演じている。どこかで聞いたっけ。ああ人間同士の辛い別れという劇を今僕が演じている。最後までご視聴ありがとうございました。